岡市内で韓国料理店を営むパク・スンオプさん。まん延防止措置は解除されたものの、ここへ来てウクライナ情勢の緊迫化に不安を抱えています。コロナでだいぶですね、輸入品に関してとか国内の商品でも2割3割今値上がりしている状況なんで、その次にウクライナ時代が原油の価格を上がったり、あと穀物関係、そういうところでまだ値上がりっていう。パクさんの母国韓国では今日第20代の大統領を選ぶ選挙の投開票が行われます。何より最近のことでウクライナ時代もあって、自由と平和をしっかり守る民主主義、そういう大統領になってほしいですね。地理的に近い日本にも大きく関わる選挙だと感じています。韓国が危なくなると日本は相当危なくなると思います。そういう面で今回ウクライナ時代見ながら、やっぱり安保の面、それはすごい大事になってきたと。いろいろ今までありますが、やっぱり過去現在未来に関して日本との関係、外交関係とかそういうところでしっかりとやっぱりプランを作ってほしい、仲良しなですね、それを望んでます。その大統領選、最大の焦点は政権交代の是非。国民に希望を与える、危機克服の総司令官になる。革新系与党共に民主党のイ・ジェミョン候補と事実上の一騎打ちを展開しているのは、腐敗して無能な政権に対して政権交代し必ず審判を下す、保守系野党国民の力のユン・ソクヨル候補です。現在のムン政権下ではマンション価格の高騰や若者の就職難などが大きな問題となっていて、各候補者は有権者全体の3割を占めると言われる若者の支持獲得に奔走しました。この先しっかり植えるぞ、イ・ジェミョン。与党のイ候補は高額な薄毛治療に深刻な悩みを抱える30代などの声も拾い集め、薄毛治療に健康保険を適用する公約などを掲げました。一方、野党のユン候補、いいね、すぐやろう。若者受けを狙った動画を積極的に配信。また選挙戦終盤で野党がユン候補に候補者を一本化、投票率が 70% を超えるとされる20代30代の支持を両候補がどこまで集められるかが注目されています。その一方で、歴代で最も選ぶ候補がいないとも言われる今回の大統領選挙、アフターコロナを見据え日韓関係に明るい光が差し込むのでしょうか。韓国近いし、すごい文化とかもなんか可愛いのがたくさんあって、なんか10代だとすごい影響されるところがあるから行きたいなと思うから。日韓関係ってなんか煩わしい感じがするじゃないですか、こういう言い方すると相手に対して申し訳ないんですけど。慰安婦でもさ、何回お金取るんだよってね、なんか知らないけどよく思い出すよね。今日の特捜級チームは、福岡と韓国の関係は今後どうなる、韓国大統領選挙を徹底解説します。こんにちは、3月9日水曜日の福さてです。今日はこの大統領選を中心にお伝えしていきます。ここからは西日本新聞のソウル支局長も務めていました曽山さんと話を進めていきます。曽山さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。韓国の大統領選は日本の選挙と違ってかなり盛り上がるって聞いてるんですけども、
盛り上がってますよ。今回も盛り上がってますが、はい、私が取材した前回の大統領選挙のね、これ10日曜日の夜の様子なんですけど、はい、まるでイベントですよね。そうですね、はい、歌って踊っての大統領選挙です。本当日本とは全然様子が違いますね。そうなんです。なんでここまででも韓国の大統領選って盛り上がるんですか。やっぱそれはね、はい、国のリーダーを有権者が直接選べるからですよね、はい、まあ、自分たちの生活が直接かかっている。でだから自分たちが信じられるリーダーを直接選びたいと。これは日本とかアメリカと全然違いますよね。確かに日本は総理大臣選ぶとき間接選挙がありますよね。なるほど。あとその大統領選、まあ、大統領の権限ってどうなってるんですか。これはですね、韓国の大統領はですね、まあ、一般に帝王的と言われるぐらいですね、あらゆる権限が集中してます。まあ、当然行政府のトップでもあると同時に軍のトップでもあるわけですよね。軍のトップ、はい、なので人事権もね、1万人から2万人の人事権が集中するというふうに言われていまして、その結果例えば、ね、メディアの、ね、編集局の編集責任者も、ね、こう変わってしまうとかですね、もう国のカラーがガラッと変わってしまうぐらい強い力を持っています。日本と全然違うなというふうに感じるんですけど、例えばその若者の関心、日本低いですけど韓国どうなんですか。韓国も高いですね、まあ、今回の選挙もですね、若い方が盛んにいろいろ運動してらして、してますけれども、まあ、今ね、不動産の問題とか就職の問題だとかね、若者の生活が非常に今苦しんでるわけですよね、なので彼らがこの生活を少しでも良くしたいという思いがね、この選挙の、選挙活動に向いてるわけですね、まあ、前回も 70% を、ね、20代30代の投票率を超えましたけれども、今回も多分超えるでしょうね、はい、なるほど。それぐらい関心が高いという中で、韓国の大統領選、今回の期日前投票の投票率 36.9%、 これは前回より10ポイントほど高くなっているということなんです。国民の関心というのは本当に高いのかどうかというところを、ここからはソウルで取材を続けています西日本新聞の池田豪記者とオンラインで中継を結んで話を進めていきます。池田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回ですね、12人の候補がいると聞いているんですけども、構図としては革新系与党のイ・ジェミョン候補、それから保守最大野党のユン・ソクヨル候補の事実上の一騎打ちと聞いています。最新情勢どうなっているんでしょうか。はい、3月3日まで の世論調査が可能な、最終の時期の調査結果によりますと、ユン・ソクヨル候補が、若干、リードしているという調査が目立ちます。その後、世論調査の結果は公表されてないんですが、いろんな情勢取材によりますと、与党のイ・ジェミョン候補が追い上げを図っているというような接戦になっているというのが、韓国メディアの一般的な見方です。政権交代になるのかガラッと変わるのかというところなんですけど、野党が期日前投票の前日に一本化したという話を聞いてますが、これがその影響している部分もあるんでしょうか。これは非常に大きな動きで、はい、アン候補というのは、まあ、世論調査で言いますと 7% から多い時には 15% ぐらい支持を集めた時期がありまして、これがもし全て野党に行けば、かなり野党一本化候補に有利に働くというのが言えるかと思います。ただ、与党側もこれは野合だというような批判をしてますから、これを有権者がどのように受け取るかっていうのが、今日の結果を占うのかなというふうに思います。なるほど。現時点ではややその野党が優勢というような話もありましたけど、気になるのが池田さん、日韓関係なんですけども、ここの両者の主張っていうのは現時点でどうなっているんでしょうか。はい、与党のイ・ジェミョン候補はムン・ジェイン大統領時代を踏襲してツートラックで問題を解決していこうというふうに言ってます。ツートラックというのは歴史の問題と経済、安全保障の問題は切り分けてそれぞれ協議しましょうというような立場を取っています。一方のユン・ソクヨル候補は歴史の問題も安全保障の問題も経済の問題も包括的に一つのテーブルに乗せて解決しようという方法論の違いが大きく目立っています。改善の必要ありというところはお互い意見が一致していると思うんですけど、こういう政策論争って活発になっていますか。それがかなり不調だというのが韓国人皆さんの感じている感想のようですね。非交換選挙、嫌悪選挙、こんな言葉がありまして、候補者それぞれ の好感度がなかなか上がらないと、そういうことで、まあ、政策論争そっちのけの
なんて言いますか、中傷合戦、こういうのが続いている状況です。なんか SNS を使ってかなりネガティブキャンペーン、まあ、ネガティブな部分を押し出している、こんな話も聞くわけなんですけど、新たな大統領が日本に影響を与える、これは間違いありません。そこで福岡から韓国に進出した企業が、新しい大統領に求めることは何なのか話を聞きました。取材に応じてくれたのは、韓国でソラリア西鉄ホテルを展開する現地法人の清水薫代表理事。西鉄は2015年から韓国でホテル事業を始め、現在ソウル・ミョンドンと釜山の2カ所で運営しています。全体のホテルの事業の状況というのはどうなんでしょうか。大変厳しい状況が続いております。2年前ですね、2020年の3月に、海外渡航が制限されましてから、メインのお客様であった、日本人をはじめとする外国人のお客様がほぼゼロになってしまいました。コロナ以前は日本人観光客など外国人の利用がほとんどを占めていましたが、世界的な感染拡大で大きな打撃を受けることに。そこで韓国国内に住む人をターゲットとします。韓国は今住宅価格がすごい上がっておりますので、住居代わりにホテルに1ヶ月2ヶ月など長期滞在していただくプランであったりとか、あとは日本人の留学生の方ですね、留学生の方はこちらに来られてますので、そちらの住まいとしてのご利用。韓国メディアなどによりますと、現地ではマンションの平均価格がこの5年で2倍以上になるなど、不動産価格が高騰しているといいます。そこで長期滞在型プランの販売を始めたところ、住居代わりに使う人が増えてきたそうです。さらに一般の方に週末旅行に今なかなか行けないので、旅行に行く代わりにソウルの市内のホテルに泊まって週末を楽しんでいただくと、こういったご利用が増えておりまして、これらの需要を取り込むことで少しずつ稼働は伸びております。韓国国内では日本に行ったつもりになれるスポットが人気を集めていて、客室が日本仕様になっているソラリアホテルを利用する客も徐々に増加しています。このような状況の中、韓国の新政権に期待するのは段階的な入国規制の緩和です。トラベルバブルということで、2国間協定を結んで、協定を結んだ相手のとの往来は隔離をなしで認めるというようなですね、制度。韓国政府は現在入国時に7日間の隔離を義務付けていますが、トラベルバブルという協定を結んだ相手国のワクチンの3回接種者には隔離期間を設けていません。現在はシンガポールから入国した人のみ隔離が免除されています。ここをもうちょっと緩和してほしいとか、そういう思いはあられますか。まずは全面解除の前に、そういった2国間協定などがあって、はい、日本から のお客様を受け入れましょうとか、そういった話になったらいいなと思います。段階的な緩和を望む声というのもありますけども、池田さん、現地で取材されていて、はい、どんな声が聞こえてきますか。はい、地理的にソウルは福岡と近いですから、福岡に関連する企業の駐在員さんも非常に多いんですね。そういった方々からすると、その単身で来られているような方っていうのは、このコロナが始まって2年ほどなかなか日本に帰れないという状況もあって、駐在員そのものがですね、数が減ったりとか、その業務の関係で隔離が長いということで、いろんな、ちょっとどうにかこう行き来ができるようにならないかというような嘆きの声というのはよく聞きます。福岡の街の声でもあるんですけども、早く韓国に行きたいということで、例えば福岡の県内でも韓国のお店がかなり増えているんですけど、こういった韓国ロスみたいなものっていうのは韓国で広がっているんでしょうか。日本ロスのような状況がやっぱりありまして、我々が食べて日本人が食べても美味しいなと思うようなお寿司屋さんとかラーメン屋さん、こういうのが増えてまして、あとゴルフブームが韓国で起こってましてね、そういった韓国人の方は早く九州に行って温泉ゴルフ、それで天神でショッピングしたいと
というような声は本当によく聞きます。なるほど。須山さん、この往来再開についてはどうですかね。まあ、隣国ですしね。2018年にね、九州で一番訪日外国人が多かった時は511万人の方が来られて、その半分ぐらい韓国の方だったわけですよね。コロナでね、そういった民間の交流がほとんどゼロになっちゃってるわけですから、まあ、できるとこからね、窓口を開いて行ってほしいなというふうには思いますけどね。ただ現実見たときに、往来の再開に向けてというところなんですけど、池田さん、コロナの感染者韓国もかなり多いそうですね。昨日韓国で1日の新規感染者が34万人を超えました。日本の第6波のピーク時よりも倍ぐらいですね。ワクチン接種3回以上やったパーセントというのは、私もそうなんですけど、61% ぐらいに上ってまして、そういう状況はあるんですが、この感染者の急増をどう捉えて、どういう対策を取っていくのかっていうのは非常に難しい問題かなと思います。日本のように例えばまん延防止措置みたいなものを出して経済をこう一部止めるような動きっていうのはあるんでしょうか。最近緩和の動きが進んでいます。昨年厳しい時には、飲食店の営業っていうのは午後8時9時までとか1グループ2人までに制限していた時期があったんですが、今月から飲食店午後11時まで営業できますし、我々も1グループ6人会食することが可能というようなルールの緩和が進んでいます。そうなんですね。そして今日福さてでもですね、福岡県民100人に話を聞きました。韓国の大統領選挙で新しいリーダーに求めることは何か、主に3つだけご紹介します。政治に新しい風を吹かせてほしいと、過去にとらわれない政治を、日韓のために未来志向のリーダーが選ばれてほしい、こんな声がありました。コロナ前よりもその福岡と韓国の交流を盛んにするために、池田さん、新しい大統領に求められていることっていうのは何だと思われますか。はい、私は次世代とのタッグ連携ということを、期待したいと思います。今回の大統領選、非常に大きな勝敗の鍵を握るのが20代30代 MZ 世代と韓国で呼んでるんですが、この人たちがどういう投票行動を取るかということが非常に注目されています。いずれにしましても、どちらが候補が勝ってもこういう若い人たちの声というものを取り込むことで、今の若い韓国の方々、歴史の問題と切り分けて日本の文化とか日本との関係考えようという方が非常に増えてますから、政治の世界も大統領も次世代との連携をすることで、新たな可能性というのが広がってくるんじゃないかと思います。そして曽山さんは新しい大統領に何を求めたいですか。はい、言いふらされた言葉なんですが、協調ですね。はい、いつまでも歴史問題を引きずってね、はい、関係を悪化させるというのは本当に生産的じゃないですよね。コロナ禍もそうですし、今回のロシアのウクライナ侵攻もそうですが、経済も、ね、非常に両国ともに疲弊しています。経済安全保障で、ね、この両国が、ね、協調していくことが、ね、今こそ必要じゃないかなというふうに思いますけどね。わかりました。ここまでソウルで取材を続けています西日本新聞の池田豪記者と話を進めていきました。池田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。